サー・エドウィン・ヘンリー・ランドシーヤは、イギリスの画家。彼の名は馬、犬やおじかなどを描いた、動物画によってよく知られているが、ランドシーヤの、最もよく知られている作品は、ロンドンのトラファルガー広場にあるライオンの彫刻である。トラファルガー広場にある、ランドシーヤ作のライオン像ロンドンで、版画家のジョン・ランドシーヤの息子に生まれた。ランドシーヤは、 芸術的才能が早くから認められたある種の振動だった。ランドシーアは論争好きな歴史画家、ベンジャミン・ヘイドンらに支持したが、ヘイドンは動物筋組織や骨格の構造を完全に理解するため若い、ランドシーアが解剖を実行するのを奨励したという。1815年、ランドシーアはロイヤルアカデミーに作品を初出品にした。 1831年にはロイヤルアカデミーの会員に選出、1850年にはナイトに除され、そして1866年にロイヤルアカデミー会長に選出されるが、彼はこれを誤示している。時としてフレデリック・リチャード・リーラと共同で作品制作にあたることもあった、ランドシーアの作品は19世紀のイギリス芸術の中でも結出したものの一つである。 彼の作品は、ロンドンのテートブリテン、ビクトリアアルバート美術館、ケンウッドハウス、およびウォレスコレクションなどに収蔵されている。ウィンザーグ近況ビクトリア朝時代、イギリスにおいて、ランドシーアは動物画家として無視できない人気を誇っていた。彼の作品の複製は、中産階級の家で容易に目にできた。ランドシーアは、 宮廷画家として、イギリス女王ビクトリアからたびたび彼女の家族やペットを描いた作品の移植を受けるなどイギリスの上流階級の間にも名が知られた存在だった。ランドシーアと女王を結びつけたのは、スコットランドやハイランドの風土への共感だった。ハイランドは、ランドシーアに多くの作品の題材を提供した。例えば彼の出世作。 ザ・ハンティング・オブ・チェビー・チェイス、アンイリシット・ウイスキー・スティル・イン・ザ・ハイランズや、谷間の王者、レント・デイ・イン・ザ・ウ t ルダネスなどである。ランドシーアの描いた、ウィンザーグ近況を、とても気に入った。ビクトリア女王は、ランドシーアに、サーの称号を送った。救出成功この頃、ランドシーアは犬を描かせられれば、右に出る者がいないと言われていた。 ランドシーアの犬の絵の中で最もポピュラーな位置を占めるのは、水難救助をする白黒まだら模様のニューファンドランド犬を描いた絵で、あろう。ランドシーアはこの模様のニューファンドランド犬を好んで描き、今日白黒まだら模様のニューファンドランド犬は彼に、ちなんで、ランドシーアの名で呼ばれている。主要な作品をあげるだけでも、救出終了、愛護協会の著名な一員。 救出成功など埋虚に暇がない。救出成功で描いた犬の種類はいつしかランドシーアと呼ばれるようになった。ランドシーアは30代の時期に神経衰弱に罹患、没するまで神経衰弱に苦しみ、それを紛らわすためアルコールと薬物に頼りますます悪化するという悪循環を繰り返すことになる。特に晩年のランドシーアは 精神の安定を大きく書き、彼の家族の依頼によって1872年7月、狂気に陥ったと宣告された。1873年10月1日、ランドシーアの不法はイギリス全国に伝えられた。葬儀の日には、ロンドン各地で半旗が掲げられ、店や住宅のブラインドは閉じられ、 トラファルガー・ヒロ・バネルソン記念柱を囲む、ランドシーア作の聖堂聖ライオンには模章がかけられた。そして、大群衆は、彼の壮列が通るのを見るために通りに立ち並んだ。ランドシーアは、ロンドンのセント・ポール大聖堂に葬られている。ありがとうございます。